こんにちは、巨乳 TV のズリ太郎です。猫のティーチくんということで、猫のティーチくんっていうアニメーションがあるらしいんですけども、それがなかなかに鬱らしいです。全然俺猫のティーチくん知らなかったんですけど、やべえアニメあるっていう情報いただいたんで、今回は猫のティーチくん見ていきたいなと思います。おそらく黒ひげ海賊団のマーシャル D ティーチが闇の実の能力者なので、闇と闇で猫のティーチくんなんでしょうね。すごい適当なこと言ってます。早速見ていきたいなと思います。 Let's go! 3、2、1、YO! サンディエゴ OK! もう300本以上ありますね、猫のティーチくんっていう作品だけで。まあ、まずは第1話なのかな、一番最初の猫のティーチくん見ていきたいと思います。 Let's go! おー、これがティーチくん。いや、僕の名前はティーチくんだよ。ティーチくん、今日は僕といろんなこと学ぼう。おお。何を学ぼうとしてたんだろう。学ぶことなんて何もないよってことを教えようとしてたのか。うわ、うず。これ深いですね。じゃあ2話も見てみようかな。第2話。うわ大丈夫、咳したね。なんこれどういう気持ちで接すればいいの。俺はティーチ君に。仲良くはなれんと思う。俺ティーチ君と仲良くはなれんわ。第3話見てみましょうか。あれ、ティーチ君、怪我してる。大丈夫。いや。うん。僕は、ティーチ君だよ。そうだね。あ、広告ごめん。今日は、怪我をしたんだ。そうね。怪我してるね。大丈夫。みんなも気をつけように。早口。何よ、もう。痛そうだった。片方には包帯巻いて、片方は傷ついたままだったんで、お金にも余裕がないんでしょうかね。ティーチ君、ちょっと大変だな。実際にいたらマジで関わりたくないタイプ。ってな感じで不思議系なティーチ君なんですけども、これ以上にヤバい回があるということでね、ちょっと見ていきたいなと思います。サムネでヤバそうなやつ見よう。でね、僕ね、大好きな君のために、ティーチ君、ティーチ君の似顔絵を描いたんだ。わあ。鏡を見ながら描いたから正確だと思うよ。うん、一生懸命描いたんだ。よくわからないけど、これが僕なのかい？僕はもっとハンサムだよ、サム君。サム君？ありがとう。一生懸命描いてくれたんだね。大事に取っておく。ね。あ、おい。よかったんじゃないんですか。なんかサム君とか登場してたんだけど、僕今日動画なんで飛ばしで見ますけど、絶対に順番に見た方がいいと思います。俺も後で順番に見よう。猫のティーチ君110話、寂しんぼ。ティーチ君、うわわわ、なんか髪跡ついてない？大丈夫？なんか耳につけましたね。靴下みたいなの耳につけた。気づけ、気づけ。怖い怖い怖い。何、僕のこと忘れたのか。僕のこと忘れたのか。えぇ、ー、ティーチ君、ね、ティーチ君、え、ティーチくん、ティーチくん、お前ちゃうの？ティーチくんのことや。髪跡すごい。寂しいよ、寂しいよ。何、どういうことよ。ミステリー、さてはミステリーですか。俺が順番に見てないからわからんだけだと思うんですけど、なんかほんま心がモヤモヤするわ。 IQ サプリならモヤットボールめちゃめちゃ投げられてますよ。もう、毎回怪我しよるな。そうだったんだね、僕の目をえぐり取ったやつは。え、そのサムって野郎なんだね。サム、さっきのラジオのやつじゃないの？サムって弟なんていないし、恋人なんて、なんでそんなこと。それなのに、そいつは僕の弟で恋人だなんて思い込んで、すごく気持ちが悪いやつだね。怖い怖いって。うわうわうわ、殺してやる。お前らみんな大嫌いだ、大嫌いだ。殺してやる、殺してやる、殺してやるとか言わないで、ティーチ君。あれ、なんで僕こんなもの持ってるんだろう。怖っ、怖いってほんまに。なんやマジで。心死ぬぞ、こんなん全部見てたら。3、2、1、YO! 股関節 OK! ということで、猫のティーチ君でした。心が死んじゃうよ。酔っ払った時とかに見るのがちょうどいい気がせんこともないな。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。